土曜日。土曜日。土曜日、昼過ぎぐらいか、仕事で。はい。ま、ゆっくりですね。で、家族、他の家族は、うん。また友達家族とキッザニア行くみたいな。うわ。あのね。行ってんの、もう。キッザニアですよ。キッザニア行っちゃってんの。いろんな職業体験できる。キッザニア行くっつって、もう、7時、7時ぐらいに家出てたかな。早いね、出勤。出勤早いよね。早いね。やめたくなっちゃうね、そんな キッザニアたち。ああ、ちょっとなキッザニアで見たくないよね。うん。ちょっとやめます、みたいな。みたいなのはちょっとなちょっと思ってた職場の違和感がなくて。ちょっとしんどいよね。で、そんがい行かないと大変らしく。で、もう出てって。朝早くいなくなってね。で、一人になって。で、もうちょっとこう、ちょっと寝たりなんかして。で、9時ぐらいに起きて。ええまあ洗濯、溜まってる洗濯ちょっとこうなんかして。 はいはい。ねえ、まあちょっと AV 見て。て、AV。AV 見てんだよ。まあ午前中からよ。洗濯をちょっとたまってたして。子供きっに行ってんだぞ、お前は。ちょっと AV 見て。何やってんだよ、お前。いや、それ別に。やってんだよ。それなかなかないですから、まあチャンスね。お昼ぐらいになってね。ご飯、まあ食べて行こう。はいはい。てご飯ちょっと作ろうかな。作ろうかなっていうか、まあ簡単なね。で、もうその、ラーメン。 ラーメン。ね、それも袋のラーメン食べようっつって。牛骨ラーメンっていうね。うわ。これ、ふるさと納税で俺は頼んでた。え、マジのやつラーメンって結構美味しい、そう。やつがあってさ。乾麺乾麺。だけど、もうそんな牛骨でっていう。それ食べようっつって。で、またふるさと納税でソーセージ頼んでてね。うわ、すご。そう、ちょっとなんかいい。ソーセージ5本ぶち込んでね。うわやばやばい。 ふるさとラーメンじゃん。ふるさとラーメン。ふるさとラーメンと思えないなんかトッピングだけどな。これがふるさとラーメンだつって、ソーセージ5本乗ってんでしょ。どこがふるさとラーメンなんでソーセージ5本浮いてんのか。ドイツラーメンじゃねえかゃペロッピに食べさそうかな。ドイツラーメンを。それ、それ食べよう、つって。で、あとこの冷蔵庫にさ、ゴーヤチャンプルがあったの。俺が、 二日前ぐらいに、ああそう、スーパーでさ、帰り、うん、その、なんかおつまみで食べようと思って、ゴーエーチャンプルちっちゃいパックのさ、はいはい、買ってて、うん、それ食べてなかったんで忘れて。二日前のやつそう。 これ温めて食べちゃおう。やばいじゃん、なんかもう。多分切れてたよ、賞味期限は。でももういい。食べちゃおう。作ってあるやつが売ってたんでしょ、作ってあるやつが売ってたってことうそうそうそう。惣菜。惣菜。惣菜二日置いてダメなんだよ冷蔵庫入ってたから。もう食べちゃおうと思って、温めてね。それで、ゴヤチャンプル食べてるときに、思い出すわけ。週末、祝い沖縄行くって言っん俺沖縄行くね。行くって言ってたよね。 金銅日でそれをなんか、ぽかぽかでなんか言ってて思い出してね。そう。ほんとに涙を拭いながら、ゴーヤチャンプル一人で食べてさ。そう、あ沖縄行ってんのかって、本場で。食べてんのかなゴーヤチャンプルとか思いながら。うん。バ食べて。一緒よ。言っとくけど、ゴーヤチャンプルって。スーパーで買っても沖縄で食っても。一緒なの。本場ゴーヤチャンプルって。一緒。 それで、ばーっと腹パンパンして、仕事 NHK、渋谷の NHK で仕事があって NHK 行って、で、終わって、こっからそのね、ちょっとミッションというかね、重要なミッションがあって澤部、その妻に言われてましてね、あの、その運動会用に黒の無地の T シャツちょっと買ってきといて、って言われて、長女。 3年生の長女が運動会で、よさこいをやると。学年で。よさい、ソーラン節よさこいやる。で、黒の無地の T シャツで揃えるんだって。へで、それを買ってきてって言われて。で、それだったら同様でしょで、日曜はもう家族でディズニー行く予定だったから。なるほど。買いに行く暇なんてない。で、その後もうじゃあ、もうその日しかない。まあな。買ってきといてって言われて、で、NHK から、よし、黒 T 買いに行こうっす。うん。 雨降っててね。雨の中。雨の中。そう、傘忘れちゃってね。傘なしで。最悪。傘なしで行けんね。傘なしで。そんな弱かったけど、傘なしで歩き出してね。子供のキッズの黒 T、無地。ああ、ちょっとユニクロ行こうってって。道玄坂にあるね。ユニクロ渋谷の。あるある。道玄坂のユニクロ行って。うん。したら、置いてないね。キッズを。ああ。土地柄おそらく。 まあ、渋谷のど真ん中、そう。キッズは置いてないんだよ。もう、メンズ、ウィメンズ。はいはいはい。はあ、ない。うん。どうしよう、これ。うん。無地の黒で、無印行こう。ほうほう。無印行こうっす。あ、無印はあるか。そう、渋谷の西部だったかな。うん。無印行って。うえ、そっかまたユニクロから歩いてて。うん。え、無印行って。うって。うん。黒の無地で またっておうおうおう。待ってみたら、チャコールグレーね。いやー。チャコールグレー。文字は、無印はチャコールグレーなんだよ。チャコールグレーなんだな。うん。ちょっとこの薄い黒みたいなのね。そう。ま、グレーなんだよな、でもって言われる。そのどちらかというとやっぱり。そう、わかるね。黒ではないね。それはね、嫌だもんね。俺も揺れた。俺も揺れたんだよ。これはもう、絶対黒にしてあげてほしい。絶対黒にしてあげてね。 バーって運動会でさ、三3年生、ぶわって並んでて。一人だけ薄い子の、チャコールみたいな。見てらんないよね。本当に小学生って、それで傷ついちゃうそう。わかんない。それでいじめられたりとかは、あるよね、可能性としては。薄い子の、一人薄いやつの、どっこいしょー、どっこいしょー、見てらんない。見てらんない、やっぱりね。薄いやつが、何をどっこいしょーって言ってんだってね。睡眠みたいになっちゃうもんね。 ちょっとね、睡眠はいいけども、活躍するから、後にさ、チャコールグレーじゃさすがにかわいそうだな渋谷。ああ、もう一回遊び行ってみるか。ハライチのターン。東急ハンズ。うん。東急ハンズ。東急ハンズよかハイチのターンの店じゃないからね。ハイチのターンといえば。 やっぱ東急ハンズお世話になってる。で、祝いがもう、とにかくもう何でもあると、言ってたし、もう、優しいしね、店員さんも。東急ハンズ行ったの。ないんだよね。ないんだ。服とか置いてないんだよね、多分ね、東急ハンズ。洋服はないかもね。そうそう。やばい聞いた聞かなかったんで。店員さんに聞いたらよかったのに。出て絶対どうにかしてくれるから。どうにかしてくれるってどうにかしてくれる。染めましょうとか言ってくれるから。 うちで黒くしますよって。さすがに申し訳ない、それ。申し訳ないし。<laughs> 時間かかりそうだし。<laughs> 東京ハンズ出ちゃってね。はい、もう出ちゃって。うん、まあもう、大人だし。うん むやみやたらに歩き回るんじゃなくて、電話しようと思って。その、ちゃんと、あるかないか。最初からやれよ。じゃあ、あるかないか。最初からやれ。いてねね電話しよう。で、もう、その家の方も帰って、その駒沢近辺、駒沢にユニクロあるのよ。なるほど、なるほど。そこに電話して聞いてみよう。駒沢ユニクロ。つって電話したの。ん。したら、ああ、売り切れちゃってます。あら。ってなって。これはもうどう考えても、もう、 俺みたいにさ、奥さんに言われた、俺みたいなやつが、うようよ、駒沢のユニクロ行って、買ってんだよ多分黒 T シャツね。家の周辺はそうなのかもね。そうだよ、そう。だんだん雨強くなってきちゃった。うわ最悪。最悪。その時もずっと、なんか、わいは沖縄行ってんだろうな、みたいな。俺何やってんだろう、みたいな。ユニクロ。原宿か。うん。原宿。うわ原宿のユニクロか。 うん。でっかい、原宿の駅前にでっかいユニクロあるよね。もう。うん。本当にあのね、なんだっけ、竹下口みたいに出たとこだもんね。もうもうそう、すぐ横のね、うん、原宿のユニクロ電話して、キッズの130サイズね、130の黒の無地の T シャツありますかって言ったら、うん、あー、ありますよおうってなって、うわーって、さすが やっぱキッズも置いたね。原宿のユニクロになると。置いてますよって言っありがとうございます。じゃあちょっと今から伺います。ってでなって、よしって。で、まあ、多少ちょっと歩くまあ、もう、歩、歩いてこうと思って。雨の中でまあ、そんな強くないから遠くね、渋谷にんでしょ、ガ東急ハンズから。歩いてこうと思って。歩いてって。で、代々木公園のさ、この何あの、緑道というか。 はい、NHK ホールあって、その隣こう通り、緑道の木がバーって、木がバーって両サイドにあるから、うん、雨も多少あれかなと思って、そこを突っ切ってこう、そこ突っ切ってたこう、歩いてたら、何やらこう騒がしい、うん、なんか、はい、あ、あれかと。 フェスやってるよねあそこよく。あそこやってんね。公園の広場、なんかステージとかあるとこでフェスやってる。音楽どやそう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 。音楽聞こえてきてて。なんか人やか、なんかやってんなーって人もまあまあこういて。わってばーって屋台がばーって出てて。あわーって俺見てたら、なんかポテトとか。ああ。ポテト。はいはい。ビールみたいな。ビール。うん。カーリーポテト。おカーリーポテト。カーリーポテト。オリオンビール。うん。お うん、あら沖縄そばって。ああおうちょっと待って。沖縄フェスだ <laughs> 代々木公園で沖縄フェスやってて、うん、ふわーって、うん、沖縄だって <laughs> 俺の元にも沖縄がやってきたぞって、うん、んだって。すごいね。ステージ見たら、なんか沖縄っぽい音楽。うん、なるほど。ミュージシャンがなんかやっててみたいな。ああああそれに乗りながら、お客さんオリオンビール飲んでるみたいな。うん、ふわーあいいね。 沖縄だーって、最高、最高じゃねえかっつって、そこでもう、えゴーヤーチャンプル食べてね。うわー。ゴーヤーチャンプル、本物の、本物のゴーヤーチャンプル食べてね。いや、偽物だろあんなもん。ゴーヤーチャンプル食べて。で、オリオンビールちょっと飲んでね。もう、オリオンビール飲んで。何やってんのちょっと。え、仕事やって、仕事仕事終わってる。全部終わって仕事全部終わって、その日はもうそれで終わってるから。そうか。オリオンビールばーって。 オリオンビールバーって飲んで<ー>、えー、スパムのスパムの、えー、この天ぷらの串みたいなのを売ってるんでそれをもう食べながら、うんえー、オリオンビール2杯目行ってね、うん、であとなんか何この沖縄そばの麺を使った 混ぜそばみたいなね。うわ、すご。そう、ちょっと辛い味、味ですけど。辛混ぜそばみたいな。うわって食べ何やってんのね。ちょっと T シャツは沖縄じゃないんだよ。沖縄、沖縄って。沖縄最高ってなって。いや、それもうちょっと、一回買いに行こうってって。それ滅酔いやい酔い一回買いに行こうじゃないんだよ。いびで、酔いでユニクロ行ってね。そのまま。 ユニクロ行って。俺で原宿のユニクロ行く人いないんだよ。いるよ。いないよ。外国人だらけだからな。観光客だらけだから、もう原宿のユニクロなんて。旅行行っちゃってんじゃん、お前だけ。俺もその旅行規模よ、もうファーって行って。で、わ探したら、えその130の黒の無地の T シャツが、3個ぐらいだけなんか待っててね。なるほど。いやー、よかった、俺見つかった、つって1個購入して。で、よしって。購入期限にもう1回ちょっと沖縄戻って。沖縄て沖縄戻ちっと。沖縄戻って、もう1回。 もう一杯酒でも戻んのマジうん。沖縄戻って、もう一杯酒でも飲もうかつって、沖縄戻って、はいさーいって戻ってる。はいさーいって言いながら、戻ってさ、ハブシューがあってる。うわ。うん。うん。ハブシュー手出しちゃって。黒、黒 T シャツ握りしめながら、ハブシューを、ハブシュー飲んじゃってね。で、ハブシュー飲んで、ハブシューのなんか、 つまみないかなって。うん。ハブ州になんかいいつまみ。一人だろうな。一人だよ。いいつまみないかなつって、こうやってね、屋台に覗いてたら、屋台のお兄さんがバーって声かけてきて、うん。さよなって。あのー、ワセダで沖縄料理やってるんで、あの、今度来てくださいよつって。そこでもう一瞬でなんか、冷めちゃって、ふわーって。うわーって言っなんでだよ。ワセダって言った、こいつって。俺はもう沖縄だったその気分が。お前、ワセダって。ああ、ワセダって言って。言うなよって。一瞬で冷めちゃって、そこで。うわーって。 しで、なんかその店の他の店員さんが、僕も同じ埼玉ですつって。おいシマンチュじゃないんか。そこでわーって、一気に。で、ブぶしぐいって飲んで、急いで帰りました。こいつ、こいつ何やってんだよ。家にいると言いかれましたけど、澤部の、澤部の沖縄旅行してない。沖縄旅行の回でした。楽しかったです。沖縄の食べ物は、